皆さんどうも、激レアドイヒーです。これは激レアなのか。皆さんたくさんのコメントありがとうございます。今日はみんな大好きにゃこ大戦争をビックリマンコラボがやってきたぞというわけで、5体でっかいおじさんが第3形態になるぞ。コラボキャラが進化できるってのは嬉しいね。果たしてどれだけ強くなるのか。それじゃあ行くぞ進化。何が強くなるんだ。呪いを無効化して古代史に滅法強くなるだって。能力がめちゃくちゃ上がるとかじゃないのか。それは果たして進化したというのかな。一応古代史に強くなるからいいんじゃないの。そんな強いんだったらいいんだけどね。早速使ってみるか。それじゃあ古い敵が出てくるところで戦ってみよう。果たしてどれだけ強くなったのか。それじゃあいけ、ガザイでっかいおじさん、のんびりのんびり向かっていくよ。あ、やべ、壁いなくなっちゃった。だけど古代に強いからいいか。やられまくってる。別に古代に撃たれてるわけじゃないもんね。攻撃力は最高だぜ。攻撃力ぶちかまし、どんどん出てこい古いやつ。ダチョウ野郎が近づいてきた。ここはガタイでっかいおじさんの出番だよ。怒りの一撃いっとらえ。どうだ、当たったのか。当たってなさそうだぞ。次こそ決めたれ。いけ、怒りの一撃決まった。倒せないの。さすがに一撃では倒せないでしょう。相手だって強いんだからさ。もう一発決まった。この調子でガンガン攻撃当てれば倒せちゃうぞ。早めのとどめそしてやれや。おさら出しちゃった。大丈夫か。だけどやられたって大丈夫。もうおかわり出せちゃったからね。反対攻撃な分次々出せるからいいよね。これで終わりだ。あー、ラッカ野郎も一撃では倒せないか。相手が体力高いと厳しいな。だけど2体でガンガン攻撃、もっともっと頑張って攻撃してよ。一体やられた。あっさりやられて勘弁大弁関西イベントやっそ。次で決めたれ。ガタイでっかいおじさん、よいしょ。ぶっ飛ばされて攻撃できない、厳しい。攻撃にちょっと時間かかっちゃってるよね。攻撃力高くても攻撃できなきゃ意味ないじゃないか。頼む、攻撃決まってくれ。まだやられないのだ。ちょこいつはちょっと強すぎた。古代に強くなったとはいえきつすぎたい。あちっぴちっぱ。強くなったと言っていいのかよくわからない進化だけど、古代な敵が出てくるときは使ってみよう。バイバイバイ、ポンポロピー。チャンネル登録よろしくお願いします。